3PR を GX のエンジンの指導方法について説明します。まず1点目、最初に燃料の確認をします。燃料の方が中に入っているかですね、確認して給油してください。メーターとかありませんので、溢れすぎないような形で入れてください。しっかり締めます、はい、燃料を入れていただいたら次に燃料コックをオンですね。奥側がオンになります。でチョークレバー、これこちらがこの矢印の方向ですね、閉じる。でこれがアクセルレバーになります。だいたい真ん中ぐらいの位置に持ってきてください、はい、でこちらがエンジンスイッチになります。エンジンスイッチで、このコントロールレバーがあります。コントロールレバーはフリーの状態で行ってください。この入ってる状態ですと重くなって引けなくなります。で必ずフリーの状態を確認してから始動してください。では実際にエンジンを始動してみます。